メだ。屋根閉めろ。雨か。
右側、中止ろ。分かった。俺一人で十分だ。お前はここで見てな。なんだよ、一人でカッコつけんな。じゃあ本気出してみろ。一狩り一得か。どう料理してやる。新メニューか。いや、そうでもない。よし。 やったな。さすがだ。やったな。行こうぜ。おう。 エグニス、止めてくれ。分かった。天気悪いな。準備はできているか。あ、行こうか。 あれじゃねえか。黙って持ち帰れそうにはないな。ん？
危ねえだろ。悪かったってやってやるか。ウリヤバそうなやつのお出ましだ。レイコだ。ラディオ頼む。ナイスラディオ。フロントの体力が持ちそうね。ノクト、あ、危ない。頼んだフロント。これだ。ラディオ頼む。はっ。もう一押しだ。一気に攻めろ。しっかり敵を見極めて、もっと気を。はいはいはい。ふおりゃ。よ。ラディオ。吹っ飛べ。あっ、ナイスグラディオ。どうも。やっぱり俺強えわ。の。どもとすぎればか。正直ギリギリだったよね。嘘。やば。さてどうする。言いつけろよ。で、終わりか。どうだ。ナイスクラディオ。
しいじゃねえか。まあな。オーラ、はい、グラディオン、ナイスグラディオン。どうも。どう料理してるのか。あ、新メニューか。はっ。いや、そうだよ。容赦はしない。いけ。うり。無事か。ノクトは。それなり。回収完了。よし。じゃあ町に戻るぞ。準備はできているか。あ、Thank you.
日が暮れてきたな。ナクト、そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。そうしようぜ。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。本当に持ち帰ってきてくれたのか。これでいいんだろ。ああ、君たちが欲しかったのはこれか。好きなだけ持ってっていいよ。じゃあ持てるだけ持ってくわ。そうか、さすが若いやつは容赦ないな。ああいいぞ、持ってきなさい。お疲れではありませんか。お部屋すぐにご用意できますよ。君か。ちょっと時間ある？お仕事頼まれてくれるかい？また写真か。お、察しがいいね。今回依頼したいのは御影島ね。わかるかな？ああ、知ってる。うん。
神話にも出てきて言う。撮影ポイントは任せるからさ、あの島が素敵に見えるように。俺の写真が雑誌に載っちゃう？普通に考えるとねえよな。俺たちに依頼する理由がある。頼みやすいんだろ。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。みんな店行こう。ああ、そうだな。来ないのか？助かった。随分大量に持ち帰ってきたな。持てるだけ持ってきたわ。いくらだ？ただ。まずいことをしてないだろうな。してねえよ。正しく手に入れてる。そうか、悪かった。つい昔を思い出してな。もう30年前だ。ここで飯を盗もうとしたのをシドさんに見つかって、げんこつ食らって保護された。まあ、とりあえずこれをやる。料理してくれ。時間取れる。借りか。ああ。でも必要。そうだ。任しときな。悪いな。ずいぶん仲良くなったじゃねえか。お互い言わなくても分かる感じ。信頼関係が築けたのはいいことだ。まあ、毎回同じ話しかしてねえし。ふん、調子は？お、ああ、じいさんの指令が。倒してきてくれるのか。栄養を偏らせんなよ。また来たのか。ここから選んでくれ。
ちょっと待っててくれ。いただきます。腹は満たせたみたいだな。なんだ、しっかり歩けよ。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。
気分転換にはなるな。よろしく。無事で何よりだ。
準備はできているか。あ、行こうか。日が暮れてきたな。ノクト、そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。賛成。ノクト、あそこの宿に泊まらない？なんかあんのか？夜は危険がいっぱいだから、今日はそろそろ休もうよ。もういいぜ。じゃあそれでイグニスよろ。ああ、了解だ。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。いらっしゃい。苦労はしなかったか？何か食べてくかい？いけそうか？また来てくれよ。今日こそ対戦勝負。キングスナイトか、受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。すげえ、これもちゃんと取ったのか。おう、任せろ。マジか、最悪だ。おはよう。あ、
回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。ガーディナにようこそ。帝国の宰相とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。そろそろうざいわ。ここならどうだ。はい、取ります。よし、戻るか。ご苦労様。あれ、いいところに来すぎ。嫌な予感だわ。じゃあ次に俺が。また元素。俺たち仲良くなれそうじゃん。だいぶ仲良くなっちまったが。頼られてはいるな。王子だって。あら、いいところに来てくれたわ、ハンターさん。あ、なんかよか。ええ、情報屋じゃなくてテネブライの食材。テネブライ新しく店に出す。本当はあなたとルナフレーナ様いろいろあったから、ね、そうか。国内じゃ難しいかもしれないけれど、探してみてもらえないかしら。特別メニューだったんだね。まあ出しにくいよな。だが王子も生きていたしな。ああ、彼女を応援してやろうぜ。久々の休みだ。ガーディナが機能すりゃオルチシエにもすぐ行けるんだがな。まだダメなの？定期船が再開したという話は聞いてないな。準備はできているか？あ、着いたぞ。着いた。
ナスカ地方でこれまで続いてた局所的な大雨ですが、前日の雨を境に異常気象は収まりました。クローズネストにようこそ。今日はどうした？奴らを片付けてくれるのか？あれよ、メニューだ。また来てくれよ。持ってきてくれたか。俺が責任を持って家族の元へ返すよ。準備はできているか。あ、よし、行くか。
日が暮れてきたな。ノクト、そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。そうしようぜ。イグニス、止めてくれ。分かった。あ、雨降り始めたな。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。ああ。やっと着いた。雨で野宿とか最悪。
ナノクト、ちょっといいか。たまには兄貴らしく妹に何かしてやりてんだが。なんでまた急に。あいつもいろいろあって気張りっぱなしだろうからな。なんか送って喜ばしてやりてえと思ってな。つわけでノクト、手伝ってくれねえか。あ、わかった。ね、何すりゃいいんだ。花を取る。花？この辺りに早朝に花を咲かせる珍しい草花があるんだ。その花を送ってやろうと思ってな。早朝ってのが引っかかるけど、まあ花取ってくるくらい楽勝だろ。任しとけって。じゃ、早速花を探すか。どの辺りにあるか見当はついてんのかよ。多分あの辺りだ。あの辺り？この辺り一帯のどこかに咲いているらしいぜ。ぜ、結構広いぞここ。探しがいがあんだろ。頑張って探そうぜ。マジで？ノクト、あれだ、あれ。あれか。あそこは行けるか。俺が手伝えばギリギリ行けそうだな。よし、グラディオ頼むぜ。よし、これだな。さすがノクトだ。楽勝だったろ。まあそこまで大変じゃなかったけどな。ノクト、それをイリスに渡してやってくれ。お前からってことで頼むぞ。はあ、なんでだよ。俺たちからってことでいいんじゃねえの。しゃあねえな。じゃあイリスに渡すときは頼んだぜ、ノクト。今日はよくやったな。ちげえんだよ。やればできんだ。よろしく。おい、ノクト、上だ。それ。で。ありがとうな。俺が指示を出そう。短く頼む。あと難しいやつ勘弁。さてどうする。てめえ、攻撃しろ。決まりだ。見直したぜ、ノクト。
ここまでだ。よし、完璧。どう？写真は撮れた？ああ、何枚か撮ってきた。ほっほー！これはなかなかだ！思ってたより腕がいいね。これ本当に雑誌に載るのか？本当に雑誌に載せようかな。は？うん、決めた。次からうちの雑誌で神話特集を組もう。肝心の写真は君たちに任せるから、これからもお仕事よろしくね。新人カメラマン、よし、せっかく会えたから仕事を頼もうかな。まあいいけど。じゃあ今回からは神話特集への協力をお願いしよう。わかった。どこ取ってくればいいんだ？テルパの爪痕、神話の時代に避けたと言われるダスカ・クレインを分ける大峡谷、ここを違う角度からこの特集。出発しよう。暑くなってんな。ま、気持ちはわかるがな。飛行基地ってなんだか不気味だよな。最近地震多いけど、これでいいか？ありがとうな、助かるぜ。好みの品を選んでくれ。受け取ってくれ。また来いよ。
帝国軍がまた来ちゃ。飛ばしてたぞ。車はここに置いていこう。はい、頼むな。ノクト、窓エンジンの音がする。死ねよ。はっ、ノクト強。
まあな。さっさと先に行こうぜ。よろしく。うれ。よっ。また頼むぞ。俺聞いたことなかった。昔陛下がお使いになった小さな港なんだ。何もかも30年前仕様だろうがな。港は大丈夫だとして船は？うん、いい眺めだな。すげえ景色。お疲れさん、うん、じゃあ撮るよ。準備はできているか？あ、ここからどうすんの？はい、取ります。よし、報告に戻ろう。
頼むな。先に行くぞ。また頼むぞ。やっと着いた。またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。これゲンティアナか。本当だ、ゲンティアナだな。いたか。ゲンティアナさんいたっけ。映っているのならいたということじゃないのか。そっか、全然いた記憶ないんだけどな。タイミングバッチリだぜ。行こうぜ。あ、ひと狩り行っとくか。お前も来いよ。おい、ノクト、上だ。
それよっ。じゃあ頼まれてる石探すぞ。ありがとな。ありがとう、チョコボ。手ができそうだ。だな。虫ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。サハギンだ。鋭い歯で獲物をねじ切る。逃れようとする歯が深く刺さる。要注意だ。とにかく噛まれなきゃいいんだな。それならどうだ。受けてみろ。あとはこれを届けるだけだ。着いたぞ。ああ。
地震なくなったな。あ、本当だ。ガーディナにようこそ。みんな怪我なかった？ついでみたいに聞くな。でも怪我ないんだろ。俺のアクセサリーつけてたらさ。ってことで、はいどうぞ。毎回そうだけど、今回も自信作。結構いいと思うよ。じゃあまたここ寄ってよ。よく食べたわ。腕を上げてきている感じだな。あ、俺も思った。まあ簡単に手に入るようなもんじゃねえな。アクセサリー屋にでもなんのか。おかえり。
迫力のある写真は撮れた？こんな感じのでいいか？これなら僕も安心できる。実は例の特集、全社員を黙らせて通した企画でさ、下手な写真出したら僕も立場がないっていうかね。あんた結構偉いのか？うん、社長やってるんだ。あ？メテオパブリッシング代表取締役社長。あれ見えない？全然はっきり言うな。ってことで引き続き我が社をよろしくね。あ、毎度すまないな。助かったよ。うちの野菜好きなだけ味見してっていいぞ。期待のカメラマン、仕事があるんだけどどうだい？じゃあやるよ。今回も前回に引き続き神話特集だ。異郷の森にある王様のお墓の写真を頼むよ。神話の特集じゃないのか？あれ知ってるでしょ、ルシス王家と神話には密接なつながりがある。危ない場所だけど行ってくれるかい？ああ、頼もしい返事をありがとう。できれば近くの門も取ってきてよ。古代ルシスの衣装とか貴重な資料になるからさ。
お墓取っても大丈夫かな。平気だろう。夜のドライブは危険だ。また出直そう。あ、休憩するか。いらっしゃいませ。ご利用どうされます？
給油しないとまずいな。
ここからは歩きになるぞ。ノクト、魔導エンジンの音がする。こいつらいたら取れないって。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。てめえ、惜しいじゃねえか。どうだ、どうだ、せいよ。さあ、ノクト最強。どうだ、それじゃ次行こうぜ。ここから取れよ。はい、取ります。じゃあ帰るか。準備はできているか。あ、行こうか。
すまない、ガス欠だ。はあ、マジか。あら、行くぞ。せーの。はあ、おいそ。うん、終わったよ。大事に乗ってよね。
無事なようで安心したよ。写真の方は撮れたかい？ああ、これでいいか。いい感じ、バッチリだ。それにしても君たち本当に強いんだね。まあこういうの慣れてるし。慣れてるか。楽な旅じゃないだろうしね。それじゃこれは今回のお礼だ。次からはちょっと難しいお願いをしようと思う。その分お礼は増やすからよろしく頼むよ。ねえ、やっぱりさ、どうせ取るなら誰も。次の仕事か。今回はさ、ラバティオ火山を取ってきてほしいんだ。上まで登ってか。うん、山頂付近に洞窟があるらしいんだ。その入り口の神秘的な光景を一枚頼むよ。撮影技術と戦闘技術、その両方がある君たちにしかできない仕事だ。もし成功すれば読者からの賞賛間違いなし。よろしくお願いね。依頼どんどん過激になるな。その分報酬も多くはなるだろうが、とりあえずちゃんと写真撮れよ。まそこは任せてよ。お疲れではありませんか。お部屋すぐにご用意できますよ。いなかったよ。今回は自信ある。絶対いなかったって。それはおかしいな。
火山と記念写真撮んない？いい感じになると思うよ。どう、ノクト？はあ、やばいと思うわ。じゃあ撮るしかない。どうやって山入れようかな。じゃあ休もうぜ。よく来たな。腹に何か詰めてきな。注文を言ってくれ。今用意するよ。ありがとうさん。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。好みの品を選んでくれ。受け取ってくれ。また来いよ。そろそろ行くか。エグニス、もう行くぞ。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。
感じ。よろしく。また頼むぞ。綺麗な色してんな。しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。うり。ありがとな。ありがとう、チョコボー。ここが登山口か。本当に登ってくの？頂上には確実に何かあると見たな。何にもなかったらどうすんの？足腰鍛えられたって思えばいいじゃねえか。嘘でしょ。一体誰を狙ってる？悪かったって。過酷な環境だな。無事に帰れるのかな。そりゃ。よっ。おっと、うまいことやるじゃねえか。大丈夫だ。何とか。さてどうする。行くぞ。ナイスグラディオ。
うまく合わせろよ。見てろよ。息ぴったりじゃん。今のよかったな。道が分かれてるよ。どうするの。どんだけ続くのこの山道。まだまだ先は長そうだな。そうか。どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。うわっ、振動同感。傾斜がきついな。なあ、気付けねえと転げ落ちるぞ。足痛くなってきた。あー、明日絶対筋肉痛だよ。てめえ。すごくなってきたな。ねえ、この山って火山なんでしょ。いきなり噴火したりとかしないの。本当に大丈夫。さあな、そん時はそん時だ。で、腕試しにでも行ってみな。言うじゃねえか、プロンプト。ま、俺はどっちでもいいぜ。で、はい、はっ。油断したな。出るなら俺が演技。ああ、頼む。へへ、頼もしいな。その調子だ、ノクト。ああ、取るか。汗が止まらねえな。暑いな。
あっつついてきたじゃないか、ノクト。バランスのいい飯食だった。野菜を食べた。そこから登れそうだな。うそ、こんなとこ登るの。登っていくしかねえだろ。あ、ノクト、休憩できるよ。一休みするか。え、本当にここで寝るの？仕方ねえだろ。うまく取れてるな。いいじゃねえか。今日も気合い入れていくか。
うん、行こうぜ。おい、下見てみろ。なんだありゃ。足元気付けろ。落っこちないでよ、ノクト。お前こそな。ひと狩り得か。大丈夫か。なんとか。えいっ、さてどうする。おりゃあ、おりゃあ、無事だな。はいはい、行くぞ。そりゃ、はいよ、ジップ。終わりだ。何やら死ねよ。
これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。おお、無事で戻ったね。ああ、写真撮ってきたぜ。おお、これは素晴らしい。危険を顧みずよく撮ってきてくれたね。さすがはノクティス王子、伊達に修羅場くぐってないね。え？王子って。最初はとりあえず金で釣っておいて帝国に情報を売ろうかなって思ってたんだ。おい、でも君たちが撮った写真を見て考えが変わった。これ今回のお礼ね。ささやかだけど、君たちの旅に役立ててくれたら嬉しいな。やあ、ノクティス王子。何か取って、うん、次はね、君たちの故郷を取ってきてほしい。オートってことか？そう、読者の要望なんだ。でもこの件は他の人に任せる気分にもなれなくてね。ま、もしやってくれるんなら思い出に残るような一枚を取ってきてよ。こんな天気でなんで外歩くわけ？頼むな。ちょっと疲れてきた。軟弱も。いや、
片付けてやる。嫌われるぜ。よし、完璧。よろしく。よし、報告に戻ろう。どう？いい写真は撮れた？いい写真かは分かんねえけど。お、モノトーンだ。風景と相まってこれは力のある写真だよ。いい写真を撮ってきてくれてありがとう。これ今回の報酬ね。いつも悪いな。いいよ、僕が君を応援したいだけだから。メディア王はルシスの王様の味方。頼もしく思ってくれたら嬉しいな。やあ、ノクティス王子。ああ、今回頼みたい仕事は訳ありか。いや、みんなが納めてる重い税金が何に使われてるかを知らせるだけだけど、ま、記事は僕に任せて写真の方をお願いするよ。
次の写真楽しみにしててよ。なんか自信ありげだな。まちょっとね。いらっしゃいませ。ご利用どうされます？何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。
ねえ、一回オートに戻ってみない？取られたもん取り返してからだろ。ここならどうだ？じゃあ撮るよ。よし、次の写真を撮りに行こう。準備はできているか？あ、よし、行くか。
さてどうする。わあ、はい、取ります。それじゃ次行こうぜ。準備はできた。おい、ノクト、上だ。
車はここに置いていこう。ここから取れよ。じゃあ取るよ。よし、戻るか。さて、どうする？正面突破。後ろは任せる。よっ、よっ、よし、うっ、うっ、やっ、あ、お疲れではありませんか。お部屋すぐにご用意できますよ。そうですか。ではご利用は次の機会に。おかえり。無事なようで安心したよ。あ、写真撮ってきたぜ。これは襲われたの？倒したけどな。さすがに強いね。こりゃ僕も負けてられないな。うちの会社も帝国と戦っていくよ。いつか王様がルシスを取り戻すまでね。
ありがとな。これ僕からの最後の資金提供ね。これからの旅に役立ててくれたら嬉しいな。やあノクティス王子、難しい話抜きで頼みたいか。次はオカル。いやいや、とんでもない。アコルドの国宝名画ラクシュミに強力な悪霊が取り付いて。悪霊？信じられないでしょ。でもね、もしオルティシエに行くことがあったら、ぜひ悪霊の。ノクト、ごめん。朝になってからがいいな。いらっしゃいませ。ご利用どうされます？決まってんじゃねえか。別に普通だが。うーす。ああ、そろそろ行く。さあ出発だね。よし出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。
乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。ジャレットから教わってたんだ。イグニス、運転ありがとう。いや、他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。見てよあれ、大騎士、また来やがったか。一旦止めよう。ノクト。大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。毎度ありがとうございます。こちらでよろしいですか？ありがとうございました。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。よく来たな。ここがクローズネストの本店だよ。いいだろう。どんな情報が欲しいんだ？何をご所望かな？血の気の多い子たちだ。わかった。最高の結果になるといいね。
いつらだな。遠くから来たなら、うちで休んでいかないかい。急ぎの旅か。若いうちはそれもういいわな。飛行基地ってなんだか不気味だよな。お。よし。また行くんだよね。うん、頑張って。ちゃんと待ってるよ。早く帰ってきてね。